じゃあこんにちは、さゆたかさん、はい、今日はキャンプを見た中で、はい、特に新人、これをピックアップします、うん、で見た中でのルーキーたちで今年開幕1軍のベンチにいそう、1軍に入れそうなピッチャー、そして野手たち。これ申し訳ないけどさ、はい、本当にあの全球団回れてるわけじゃない。まあ、そうなんです。その他はテレビでチェックしたりだとか、はい、まあ、いろいろしてはしてたけどね、はい、でも実際見るのと映像ではなかなかちょっと見え方が違うっていうところもあって。そうですよね。ちょっと申し訳ないけども、はい、まあ、映像の人もいるということだよね、はいはい、で各チーム、豊さんは8チーム実際に見てきて、はい、まあ、12チームあるわけですけれども、まあ、12チーム、はい、2023年のドラフトでどういった選手たちを、まあ、取ったのかな、はい、で、うん、今例えば1軍で帯同してる選手たちをちょっと上げつつ、はいはい、最後に豊さんの一押しっていうのを何名か、まあ、そうだね、はい、ピックアップしていただきたいんですけれども、はいはい、まずは阪神、はい、阪神といえば、まあ、下村投手は、ね、一軍帯同じゃなかったんですけれども、はいはい、椎葉投手は、はい、一軍に帯同していました。まあ、そうだね、はい、まあ、ただそのやっぱ本来持ち前の速球というものが、うん、まあ、ちょっと走らず、はい、まあ、力みなのかなというような感じはするけどもね、うん、評価的にはちょっと時間がかかるかなという感じはしたけどもね。なるほど、はい。さあ続いてカープ、はい、カープは、まあ、ね、常広選手がね、新井監督引き当てて、はい、あの言葉が印象的でしたけれども、はい、一軍帯同していたりとか、はい、キャンプで目立ったのは滝田、はい、滝田投手、うん、はい、まあ、現場の声を聞くと、その伊藤将司、阪神のね、はい、まあ、ああいうような感じになってくれればいいのになっていう風な、まあ、感じで言ってたけどもね、はい、ちょっと投げ方も変則で抜けるボールがいいと思うんだよね、はい、うん、だからいきなり先発というよりもちょっと中で使いながらって言ったら面白いかもわからないね。これカープと巨人とのあれでしたっけ、試合の日の動画で撮ってるってね、おっしゃってましたもんね、中でも。いや、だから中で最初は使ってみると面白いかもなっていう、うん、ことは感じたけどもね。そういう印象、まあ、だからまだまだこう精度的にはね、はい、まあ、仕上がってなかったような状態で見たから、はい、だからそうだな、まあ、印象的だったのはやっぱこう抜けるボールはいいのかなっていうような感じがしたけどもね、うんうん、さあ DeNA ですけれども、はい、やっぱなんといってもね、あの渡来選手、強豪の末に、まあ、そうだね、はい、だから渡来をこう使ってるけども、はい、これが本当にレギュラーになれるのか、うん、取れるのか、うん、でも結果もついてきてるしね。そうですよね、だからそういう意味では使い続けるのかなという感じもするよね、はい、でドラフト2位松本投手、名城大学。いや、力あるね、まっすぐいいな、うん、だからこれはちょっと中継ぎの一角という意味では取ってきそうな感じもするよね、うん、あ、面白い選手なんですね、うん、それから、井上ね、まあ、見に行った時はちょっとサードやってたんだけども、はい、ちょっと守備がどうなのかということだよね、うん、ただそのバッティングにはすごく非凡さを感じて、はい、そうだな、もっと荒削りなのかなっていうふうに思ったら、やっぱ振るとこは振るし、はい、見るところは見るっていうね、あ、うん、だからそのボールを見すぎないというか、こう決めにかかるというか、うん、だからまあそこら辺が非常によくは見えたけどもね、まあ、ただその2軍降格ということで、そうですね、あ、まあ、その1軍には帯同できない、でも出てくるんじゃないかなというのは気はしたよ。あ、そうですか、うんうんうん、同じようなタイプって結構いるし、やっぱ守備をちょっと鍛えないといけないかなっていうふうに思う、はい、うん、さあ続いて巨人ですけれども、はい、まあ、巨人はね、ルーキー選手かなり一軍帯同してましたね、まあ、まあ、昨年のドラフトが大学生を一人1位で取り、はい、あと全部社会人で行ったという、はい、まあ、だけあって、まあ、即戦力に近い、はい、まあ、戦力が揃ったっていうようなね、そうです、まあ、代表的なのが佐々木、はい、うん、非常に結果も出てるし、まあ、やっぱ社会人経験してるだけにいろんなスイングのパターンを持ってるよね、はい、だからまあそこら辺ではやっぱこう使えてくるだろうなという、うん、あとは西舘、まあ、ドライチですね、はい、はい、西舘もまあね、結果を残していったらもうローテーションに入るという、はい、うん、よっぽどのことがない限りね、うん、まあ、そのぐらいのピッチャーだし、うん、でやっぱ魅力感じたのは伊豆口、はい、守備に安定感があるっていうのは使いやすいよね、うん、打っても3割、守れば10割ということを言われるから、はい、だからやっぱこうそこら辺 の, その確率のいいところがうまいっていうのはさ、うん、まあまあその伊豆口なんか本当にチャンスがあるなっていうね、うん、そうです、まあ、そんな感じがしたし、うん、あと、まあ、中で入ってくるかもわからないマタキ、はい、このピッチャーも面白いかなっていうふうに、だから非常にドラフトが成功してるかなっていうような、うん、
確かにそうですね、まあ、感じがするよね。あの今年はねドラフト2位の森下投手以外は、はい、まあ、一軍帯同でルーキー頑張ってるっていう、うん、まあそうだね、ところですもんね、はい、さあ続いてヤクルトです。まあ、ヤクルトは松本、はい、うん、ピッチャーピッチャーね、だから入ってくるといいよな一軍、まあそこら辺はチャンスはいっぱいあると思うんだよ、あのピッチャーの枠で、ピッチャーの枠ではね、うん、だからそういう競争に競り勝って、はい、まあ、入ってこれるといいなっていうような、うん、その感じはするけどね、うん、さあ続いて中日です。中日、はい、津田辻元内野手、まあ、津田がちょっと怪我してね、はい、あれだけど離脱したけども、まあ、辻元、小田、はい、羽生、はい、小田は育成でね、はい、まあ、とにかく足が速いわ、うん、これはあのバンテリーの申し子になるんじゃないかっていう感じもするけどもね、例えば最初ダイソーでとかそこから一番、まあまあ それでもいいし、うん、だからまあそこら辺の技術がね伴ってたらいいけどもね、うん、盗塁とか走塁とかでも足は一級品だな、はい、うん、だから面白いと思うよ、うん、あの中日の、ね、内野手でもその辻元選手だったり、とにかくあの立浪監督センターラインが決まってないと特に二遊間が、まあまあそうそうだねって言ってたので、チャンスという意味ではゼロではないんですかね、どうなんですか。まあまあチャンス、まあそうだな、ただハードルは高いな、はい、やっぱ今年は勝たなきゃいけない年だから、うん、そのしっかり戦力になるとしたら今のところは足だな、うん、だからそこら辺でのアピールだと思うよ。特にあの一昨年のドラフトでもやっぱり二遊間取ってるので、はい、中日はそういう意味ではなかなかやっぱり競争に勝つのは難しいかな、まあ、だけど武器があるという足というね、うん、あと辻元、はい、辻元もなちょっと見たけども、うん、まあ、悪くはないんだけどもさ、うん、アピールポイントがどこなのかっていうね、うん、育成の外国人ロンドリケース、はい、身体能力が高いんだよね。ですよね。一見するとちょっと野球選手っぽくないんですけども、まだ体もこれからできるだろうし、そうなんですよ。いや、まあ、バッティングもまだまだなんだけども、でも体が出来上がってバッティングが備わってきたら、うん、すごい恐ろしい選手になってくると思うしね。だそこと競争しないといけない。そうだね。だから今しか勝つ時がないっていうような、はい、そういう危機感でやってほしいな。うん、ただやっぱりいい選手というか、もちろんね、センスがある、もちろんもちろんセンスのある選手だけども、うん、勝っていくための選手なのかどうかっていうのは、うん、やっぱこうオープン戦の結果とか、はい、試合運びだとかそういうのはやっぱりしっかり見極めたいよね。そうですね。あと羽生ね、はい、羽生投手、まあ見たけども、その見た時は変化球がボールになり、カウント負けっていうか、うん、ボール2になったらまっすぐでもう行くしかないみたいなさ、うん、まあそういうことにならないようにしたいよね、うん、だからその時はストライクとボールがはっきりしてたから、はい、もっと際どいところ際どいところに行けるようにすればね、うん、ボールに力はあるよね。あ、ボールに力はある、うん、羽生投手は、うん、だから面白いと思うけどね、うん、さあ続いてパリーグですけれども、はい、オリックス、はい、はい、横山、あのドラ1、ドラ1、上田西、はい、やっぱ雰囲気あるな。雰囲気ある、うん、あれ高校生であの雰囲気は出せんよ。出せねえよ。出せねえよ。そんなんですか。いや俺が高校の時って言ったらもう本当にひよっこの鼻くそだったから。いやそれから考えると横山が威風堂々としてるというかさ、はい、やっぱかなり自信があるんだろうね自分に。そうですよね。でやっぱスイングとかもしっかりできるしね、はい、肩も強いしさ、うん、だからその言ってたのはショートの紅林、はい、もう肩が強いんだよ、うん、でもそれより強いんじゃないかって言われるぐらい肩の強さも持ってるし、はい、体がいいわ、うんうん、だからすぐ出てくるんだろうなっていうような感じはしたよ。そうですか。じゃあ下でその何年もとかそういうことではなくてってことなんですね、うん、あ、まあ順調にいけば、うん、そのプロのスピードになれれば、はい、出てくるの早いなっていうような感じはするけどね。うん、さあオリックスの後は、ロッテ行きますか。はい、はい、上田、はい、まあ、上田もこう安定的に使われてて、うん、結果は出てるよね、はい、ある程度、まあ、出た試合には結果を必ず残してるという、うん、その体の大柄な割にはアベレージヒッターかなという、うん、で、まあ、昨年あの西武に入った蛭間によく似てるかなという感じがする。タイプがってことですか。タイプが、うん、で体がちょっと開きが早くて、はい、あんまり引っ張ることが得意じゃなく、うん、やっぱセンターから反対方向に打っていけるという、うん、だからアベレージは残るかなというね、うん、まあ、そんな感じのバッターだけどもね、うん、もう少し強さがこれから出てくると
まあ、恐ろしいバッターにはなってくるかなという感じはするけど、ね、うん、あのこの間のソフトバンク戦ではあの3番ファーストで出ていました、はいはいはい、3番で、ね、はいはい、出ていたんですけれども、まあ、そうだね、うん、まあ、これは本ちゃんになってくるとどうなるかわからないけども、はい、うん、まあ、だけど、まあ、将来的な、ね、はい、クリーンアップ候補とすれば、うん、まあ、育ってほしいなという選手かなという感じがするよね、はいはい、じゃあ次が楽天ですけれども、はい、やっぱりドラ1、うん、ゴジャ、小蛇投手、小蛇、はい、うん、結果はあんまり出てないよね。そうですね、うん、だから、まあ、そこら辺での焦りだとか、まあ、いろいろあるのかなと思うけども、まあ、あそこは同じような左ピッチャー その早稲田から入ってる、はい、早川みたいなね、まあ、先輩もいるから、うん、まあ、そういうようなアドバイスをもらいながらだとは思うけどもね、はい、うん、だからちょっと今のところ結果は出てないよね、あんまりね、いい結果はね。そうですよね、うん、ただ楽天結構かなりねドラフトで取ったりとかして松田投手だったりとか、はいはい、結構人数取りましたよね、まあ、取りましたけど、うん、取りましたけど、取りましたけど、だけど、まあ、誰が出てくるんだろうっていう競争なんじゃないの、うん、まあ、チャンスはあるからね、あそこはね。そうですよね、うん、さあ西武です。西武、はい、まあ、竹内、はい、あんまり聞こえてこないんだよ ね、 ね、話がね、うん、まあ、だけど持ってるものはかなりのものを持ってるし、うん、やっぱこう抜け玉というかチェンジアップというか、うん、まあ、そういうものは一級品だからね、うん、それをどう生かしていくのかっていうことなんじゃない、うんうん、から、まあ、あんまり見えてこないけどね、まだね、うん、まあ、まあ、西武の投手陣というのがちょっと固まっちゃってるというか、もうすでに出来上がっているので、うん、でも左はチャンスがあると思うよ。左、うん、左はチャンスはあると思うから、はい、まあ、そのチャンスを生かしてほしいなというふうには思うけどね。じゃあ日本ハムですけれども、はい、まあ、野手2人ね、はい、キャッチャーの新藤と、うん、まあ、外野の宮崎という、はい、まあ、新藤はやっぱ肩いいな、うん、それと打てるっていう触れ込みなんだけども、これがやっぱこう本茶になってエース級のピッチャーが打てるか打てないか、うん、まあ、これにかかってるかなという感じがするよね、はい、まあ、普通のピッチャーってあんまり長くいないけど、まあ、平均的なレベルのピッチャーだったらものすごく対応をしてくるような、まあ、そのぐらいのバッティングは持ってるよね、うんうん、まあ、打てるキャッチャーとかね、キャッチャーが日本ハム多いだけに、まあ、それとやっぱキャッチャーとして肩がいいっていうのをさ、うん、させるっていうのがやっぱいいよね、はい、あとは宮崎、はい、まあ、江越に似てるというふうに言われて外野手、はい、まあ、似てるかなと思うんだけどもワイルド、まあ、だけど思い切りのいいね、はい、まあ、ただちょっと結果としてはそんなにいい結果は出てないけども、うん、これがやっぱこう水に慣れてきて結果が出るようになってくると面白いかもね、うん、とは思うけど、うん、さあこの中から、はい、今シーズン開幕1軍にいそうな、いるであろう選手は、豊さん何名かでもいいですし、一人でもいいです。いやいや、それはあの佐々木とか、はい、西舘、伊豆口、又木、うん、でもこの4人は入ってくるかなっていうような感じもするし、うん、まあ、松本だって渡来だって入ってくるだろうし、はい、そうだな、中日は辻本が入れるか、まあ、中継ぎでハブ入れるかみたいな、あ、まあ、あそこもいるからね、ピッチャーも本当にピッチャーは結構厳しいかもわからないけども、うん、取った以上辻本っていうのは試すかもわからないね、うんうんうん、で滝田はやっぱこう中継ぎで入れる可能性はあるよね、ターリーがいなくなってる、はい、ただ森浦っていうのが良くなってるから、あ、だから滝田がいるかどうか、滝田はもう下でちょっと先発して使うかどうかっていうことだよね、うん、でシーバっていうのはちょっと難しいかもかな、今のままだからね、ちょっと阪神のあの中ではってことですね、はい、だから松本はチャンスを生かしてほしいなって思うよね、うん、はい、チームとしてのバランスとしてのチャンスがあるからね、うん、やっぱ投手陣という課題があるからね、うん、でオリックス横山、これはね将来的に絶対出てくる、うん、まあ、今じゃないけれども、だって焦らないよ、紅林いるから。そうなんですよ、ね、紅林も若いから、うん、そうなんですよね、紅林を動かしてもショートで使いたいってなるとポッと上げる、うん、そっか、そこでもそこの牙城を、ね、崩していかなきゃいけないということですよね、まあ、まあ、はい、ただ能力はある選手と、いや、めちゃくちゃある、ね、いうところですよね、はい、まあ、ロッテ上田は確実に入ってくる、うん、開幕1軍、うん、入ってくる、うん、で西武の竹内、俺もこれはオープン戦の結果だけども、はい、俺は入ってくるような気がする。あ、そうですか、うん、だからもう先発ローテでやっぱバランスよく入れたいんだよね、右左、うんうん、理想はね、はい、その理想に入ってきてほしいのは竹内だから、そうか、
まあ、隅田もこうね、まあ、昨年、はい、まあ、ブレイクしたように、うん、まあ、竹内もやっぱ経験を積ましながら行くと思うんだけど、うんうんうん、はあ、まあ、こちゃ、はい、こちゃ、うわ、ちょっとどうなのかなっていう、厳しいですか、まあ、これからの追試追試でどうなっていくかっていうことだよね、うんうん、で日本ハムの、まあ、宮崎はどうかなと思うけども、うん、まあでも新藤は入ってきそうな気がするね、新庄監督が見てもやっぱり入れたいなっていうその若さとなんかパワーだったり、まあまあそうだね、肩とか、うん、はい、まあ、この中で開幕スタメンを取るのは、まあ、渡来と上田かなっていうの感じがするよね。あ、開幕スタメンはその2名で、佐々木がどうかっていうところだよね。やっぱ右を入れたいんだよ。ああ、そうか、そうするとお声選手だったり、まあ、お声が入って、まあ、佐々木が控えになるか。そっか、一軍にはいるけれどもベンチ、うん、ただその開幕のカードで相手が右ピッチャーだったら佐々木で行くかとか。なるほど、まあ、ただ2番を右っていう風に考えてるんだったら、うん、だからもうこれからやっぱよっぽど打っていかないと、うん、うダメだということ。そうですね、うん、ただ渡来選手はやっぱり開幕スタメンには入っていそうですか。まあ、来るだな、来るな、うんうんうん、上田とね。ああ、そうですね、うん、いや、まあね、今パッと挙げていただきましたけれども、はい、この中で豊さんが挙げた名前の選手が一体何名開幕いるか、一軍に。俺がこの中でセパで最も期待してるのが、はい、このルーキーの中だよ、はい、伊豆口と横山、はい、やっぱね、どうしてもね、内野手だから内野手を味方しちゃうんだよ。まあ、そうですよ、そうだ、二人だけど、ね、やっぱり伊豆口のあの非凡さっていうのが、うん、やっぱすごくこうパートをつかむというか、はい、やっぱ守備がうまいっていうのがいいよね。で、横山っていうのはやっぱスケール感がある、オリックス、はい、うん、だからまあここら辺が将来的には、うん、あ、なんかセパの顔になっとけばいいなっていう。ああ、じゃあ将来性内野手の、ね、感じるっていうところは2人なんですね。ちょっとこういうことを言うとさ語弊あるかもしれないけど、じゃあ言い方やめよう、うん、俺が好きなタイプ好きなタイプ、 OK、 お金の好きなタイプで、俺の目が狂いがなかったら伊豆口と横山は必ずセパの内野手の顔になってるよ。うん、ベストナインゴールデングラブとか取りそうな、将来的に。ああ、もちろん。で、侍にも選ばれる。おい、どっちがショートだみたいな。ああ、ショート争いで。ちょっと待って、門脇がいたみたいな。そう、今の中にいますもんね。そうなってくると、なるほど、まあ、内野手っていうのが面白いなと思うよね。そうですね。はい、まあね、今挙げた選手たち、ね、ルーキーですけれども、はい、まあ、今年、もちろんね、デビュー、鮮烈なデビューを果たす選手もいれば、はい、数年後、デビューを果たして活躍していく選手もいますし。まあもちろんね。ね、それぞれのルーキーたちに頑張ってほしいですね。まあもちろん、頑張ってたよ、キャンプでね。キャンプでも。はい。